日本人でここのランキングに入った人がいるのかっていうのはすごい気になりませんか。気になる、まあね、まあだからこの辺も本当難しいですよね、はい、こうもちろん欧米のそういうこう潮流に乗った方が、うんうん、まあ影響力も、まあ、お金とかも、まあ、大きいなものが動くことは分かってるけど、ね、うん、少ないんじゃないですか。そうですね。なかなか世界で評価されるっていうのは森山さんのおっしゃる通り、うん、いろんな動きがあってそちらにフォローするという、はいはい、ね、あの側面も強くはなるのかなと思いつつ、うん、でも世界で日本人も活躍したいな、活躍してほしいなと思うところではあって、はい、で日本からは森美術館の館長の片岡真美さん、うん、竹蜷川ギャラリーのオーナーの蜷川敦子さんがランクインしている。アーティスト入ってないんですね。アーティストでは残念ながら。